なんかある、なんだこれ。小脇の結晶洞窟。へえ、ちょっと行ってみるか。なんだこれ。まあ、どうせあれでしょ？ゴブリン系のボスが出てくるんだよ。魔法版ゴブリンみたいなやつだよね、多分ね。もうね、パターン的に決まってる。宝箱。いきなりご褒美があると。怪しいな。怪しいな、これ。大概転送。なんかいつもの宝箱と違くないか、これ。おい、一緒だ。でかくない？アルテリアの葉？何？サラダ、ほらほら、ゴブリン。もういつものゴブリン。あ、ちなみにこの目がね、赤く光ってるのは経験値が多いらしいっす。なんか、コメントでもらいました。ゴブリン。ここにもいるよ。はい。なんだこの意味深な草は。なんか楽にクリアしちゃいそうだな、ここもな。おっと、いる？おお。叫んだね。上から来る感じ？おお、すごいね。高低差があると面白いね。何をしとる？お前らは。魑魅魍魎の類が。よいしょー！はい、脳天から真っ二つに。真っ二つ。はい。はい。サイヤー、オーケー。なんの苦労もない。どうした、これは。あ、試し、あ、いけんの、これ。まずは、あと、そしてジャンプの時間。なるほどね。これ、下もいけるんだ。意外と高低差がある洞窟だな。面白いな。とりあえず、こっち見とくか。普通に進める方を見とく。あれ？なんかいる。あ。ゴブリンデッカね。ゴブリンデッカちゃんね。おー、すごい、すごい、すごい。はい。はい。何をしてんだか。隠れます。気づいてません。多分気づいてません。多分気づいてません。からの、後ろは取れないから、戦技からの、さらに戦技、当たらない。うるさいな、お前ら。ギャーギャー、ギャースかギャースか言いやがって、ほんとに。大騒ぎのお祭り騒ぎだな。まあ、でも こいつらの住んでるところに勝手に入ってきてるからね。切れるよね、普通に考えたら。家に勝手に知らない奴入ってくるからね。さあ、切れるわな。お、槍のタリスマン。槍のタリスマン。これは何だろう。差し突攻撃特有のカウンター攻撃を強化する。差し突攻撃のみが強くなるってことですね。差し突攻撃のカウンターが強くなるというこっちゃらしいですね。もうでもさ、これさ、どう見てもゴブリンじゃない？ボス。ゴブリンの強いやつだよ、これ。どう考えてもゴブリンの強いやつしか出てこない、このパターンは。あー、なるほどね。太い銃骨。なるほど。これもうどっちみちこっち下行くのが順路ってことね。オーケー。さあ行こうか。怖いね。もうやだよ。ここ、あ、ちょっと待って。こっち行け、ここ行けるな。危ねえ、怖い。もう、こっちっすね。そう簡単にね、落ちないですから、マジで。戦闘じゃない限り落ちないんでね、すいませんね。わざとらしく落ちちゃうとね、もうただわざとのね、わざとの塊になっちゃうんで。ダメだね。危ない、危ない。落ちないよ、そう簡単に。はい。はい、余裕。こっち。ここ。ボス戦。うお、なんだこれ。カタツムリドラゴン。弱い。いってって。何これ。カタツムリドラゴン。おい。カタツムリドラゴン。同じことしか言ってない。スローイングだが、同じことしか言ってない。実況者としてあれだよね。語彙力が足りないよね。さあ、こっちですね。まあまあまあ、順調っすね。何の苦労もないですね、今のところね。特にこれといって、脅威はない。生きてる！
キモゾッとする。おら、えいえい、オッケー。キモ、うわ、すっげえ、後から来た、後からめっちゃ来た今、ブルッと来た今、ほんとに。おお、来たー、キモ、今のはやばいな。おお、やばい、うわ、ちょっと後から来るんだけど、すげえ、超マジキモ今の。ダメだ、ああいうちょっとなんかニョロニョロとか、あ、なんだ、集団苦手なんだよね、集団。はいはいはい、素材素材。ん、なんかちょっと待って、これは嫌な予感がするな。あ、お前かい、なんだお前か、ありがとう。痛い痛い痛い、なになになに、遠距離やめて、このマップ遠距離多いな。剣士なんでね、弱いからいいけどさ、これ。かろうじて。あ、なんか落とした。あ、ホタル落としたわ。ホタル食ってる、食ってるってこと？あ、ボスだね。そろそろ。来たね。猟犬騎士？お、お前！お前！懐かしいな！お前の剣持ってるぞ、ほら。ほら、お揃い、お揃い。お揃いや。お揃い。仲間、仲間。ああ、そうだった、そうだった。どういう感じだっけ、忘れちゃったよ。ちょっと、はい。あ、なんかでも動き違くなった。はい。はい。はい。あの後隙があるんでね。そや。はい。はい。その後。ああ、絶対やってくんだよね。そう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 。そのね、あのね、ジャンプ攻撃を絶対やってくるんですよ。これでしょ？はい。3回。からのジャンプ攻撃来る。来ない。はい。はい。おいでいでいで、今のミス。1、2、3があるから。はい、はい、はい、はい。おー、あれ、そんなのあったっけ？あ、これファリじゃないんだ。はい。あれ、これもしかして。あ、ガード固めちゃうとこいつ、苦手なんだ。あ、ガード固めるとこれダメだ、入らないんだ。皆さん、猟犬騎士はですね、ちょっと、あ、そういう感じになっちゃうの？あの、猟犬騎士はこの戦技、鉄壁の盾を使うと、あの、もうガード通らなくなりますね。まあ、盾にもよるんだろうけど、小盾じゃ無理だろうけどね。あ、そう。これ FP の最大値が上昇させるという、青琥珀のメダリオンというものを取りましたね。はい。こちらでございます。小脇の結晶洞窟。よかったら行ってみてください。ちょっと先があるっぽいんで最後見ときましょうか。ん？あれ？いつもだったら外に戻るみたいな、なるんだけどね。あれ？普通に外出た。お、なんだ？声があるぞ。お？美女の予感？美女の予感？狼の眠るボロ屋。美女の予感？美女の予感？ 2 回言ったけど、美女の予感？お、これは、ちょっと期待できそうですね。お、邪魔だよ、お前！おい！おお、これは美女の予感。かわいいぞ。汗人よ。何のためにやってきた？あの百耳の男に、私の手に、カツフなどない。それともまだ足りぬか。我が半身を奪ってなお。半身奪われた。百耳の男に伝えたはずだ。それともまだ足りぬか。私の足、あ、歩けなくなっちゃったってこと？百耳の男って何？地獄耳みたいな、地獄耳おじさんみたいなのがいるのかな。はい、ということでね。この洞窟の奥に、猟犬騎士がいて、美女もいましたっていうことでね。はい。よかったら行ってみてください。ほんじゃ、またね。